コウタロウの未来を当てろ、コウタロウ。皆さんこんにちは、シラックスです。コウタロウです。こんにちは、平岩優奈です。以前平岩優奈チャンネルでコウタロウをやったんですけど、今日はそれを体育館でやっていきたいと思います。はい、はい、やっぱり体育館なんでやることは体操で、しかもこの後コウタロウはどうするのかを当てていきたいと思います。例えば、はい、好きな技やってください。先に僕らが質問を聞いてホワイトボードに書いて答える。その後に実際に、外から中に入ってきてコウタロウの実際何をするのかを一緒に見る。で、正解かどうかっていうのをやっていこうと思います。僕とコウタロウは16年一緒にいて、ここ2人はね、ご存知の通り夫婦なんで、僕は長いですけどこの2人の方が濃いと思うので、どっちが勝てんのかっていうね、どっちのもんなんだっていう話ですよね。じゃあ全10問で早速やっていきましょう。はい、うん、やんないっちゅうのもあり。何でもあり。そうだよね、うん、もう俺だもんね、うん、はい、外に来たわけなんですけど、1問目お願いします。好きな種目のところに行ってください。種目かけばいい。うん、なんか好きってわかんないよな。それってさ、トランポリンとかもありえる。もう体育館だったらありえる。うわー、むずいよな。ピットとかいい。じゃあどうぞ。好き、トランポリン。ああ、ありそう。鉄棒。そっちも書こうとしたね。じゃあ体育館に戻ってきたんで、第1問目から、はい、言っていってください。1問目、好きな種目のところに行ってください。ああ、え、もう行っていいの？いいよ。よーし、よし、鉄棒。確かに。トランポリンって書いた。1ポイントいただきます。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。鉄棒だと思ったし、もう薄いし。じゃあ2問目お願いします。バク宙で止まるのか、どっちに動くのか予想してください。はい、じゃあ僕から。後ろに動く。止まる。おー、これは止めてほしいけどね。うん、さ、うん、体操やってる ところ全然見たことないんだけど。コウタロウが、うん、そうなん、うん、あ、そうなんだ。じゃあ第2問目お願いします。バク宙をしてください。あの、やってください。です。何々や、俺さ知らないんだよ。やっと思いますよ。なんで攻撃的なん？1-1や。1-1です。じゃあ第3問お願いします。トランポリンで大技をやってください。これ何をやるかっていうことよな。ひねるのか回転するのか。はい、じゃあどうぞ。抱え込みダブルの2回半。ああ、縦に。そういうやつ。僕は4回半ひねりです。じゃないかな。うわじゃあお願いします。トランポリンで大技をやってください。はい、大技はトランポリン。うん、いやっす。いやーあーよっしゃ、ね、よっしゃ。何？4回半もっとさ、いつもこんなんやってるじゃん。え、じゃあもうまだ言ってないからさ、もう一回やってもらってさ。バカか。それで出なかったらもうさすがに的外れってことでしょ。え、もう一回やるの？いや、もう一個やるとしたら何なんだっていう話。やりますよ。いきますよ。もういいです、ありがとうございました。え、こんなやらしい。その反応もういいです。もうありがとうございました。怒りました、平井は。ゆうなさん、じゃあ言ってあげて。あのさ、抱え込みダブルの2回半ひねるやつ。ああ。しかし4回半でした。はい、僕が1ポイントで。やばい、知らないし。4回半は知ってるでしょ。あ、知ってる。違う違う、何やりたいか。え、分かるくない？ちょっとは。悔しいだけだから。あー、そういうの。言い訳を作ってんですよ。第4問目お願いします。柔軟をしてください。あ、これも何をやるかってことな。
同じこと思った、まさか、うん、ちょっと伏線があったよな、さっき。ゆなちゃん、どうぞ。やらない。やんねえこれは、そう、来そう、ね、やらないっていう選択肢もありだからね。さっき言ってたし、うん、はい、はい、次、4問目お願いします。柔軟をしてください。柔軟をすればいいね。お願いします。いきます。はい。なあ、マジで、なんなん、なんなん俺ら二人は、やらないと書きました。はい、あー、さっき言ってたじゃん。やるよ、やるんだ。これはじゃあ、なしだね、どっちも。うわ、もう、次行きましょう。じゃあ、第5問目お願いします。コールマンをして、持つか持たないか予想してください。できるの？いや、やるっしょ。鉄棒の離れ技ね。一発？一発。得意なの？うん、なんか前企画で2回3回ぐらいやったんだけど、いきなりコウタローにコールマンやってって言って、今んところ毎回持ってる。あ、それはでも去年とかの話だからわからない。じゃあ先行きます。持つ。持て持てってどういうことなの？持つの方。まあまあ、二人ともちょっと願いがね、うん、あるね。それは言ってほしいよね、天才として、うん。見たことないよ、ボールマン。うん、生で。うん、え、全然見てると思ってた。マジでない。鉄棒やるとき俺ら二人のときかもね。うん、じゃあ持ってくれるといいな。うん、初。次の質問お願いします。コールマンをしてください。うわ、ちょっと待てガチ。うわ、ガチこれってアップなしなの？もう一本目。いいできんの？え、初めて見る。早くやってみて。そう、初めて見るって言ってたの。え、生で初めて。嘘じゃない？嘘だよ。行きましょう。はい、これやばいぞ。いや、持てるとは思わないけどね。ちょっとやりますね。うん、いきます。ついにやりますんだね。いや、すごくね。やばい。そして、僕ら二人とも持つ。おお。俺は持つって書いて、ゆうなちゃんもう持てって書いてた。持て。いや、でも初で持ってくれてよかったね。ということで、二人とも正解。3、2。おい、うん、いや、すごかったな、湧いたな。じゃあ、第6問目お願いします。できるだけ全中連続してください。これ何回かってこと。今日調子いいかな、コウタロウ。疲れてそう、こんなやったら。ああ、そういうことか。これ当てれたらやばいな。じゃあどうぞ。7、12。逆に俺温まってんじゃねっていう体。じゃあ第6問目お願いします。できるだけ全中連続してください。嫌です。お願いします。今俺コウタ持ってウキウキだから、確かにやっちゃうかもしれないよ。近いぞ。 OK。 いや、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、えぇー、なんでいつもさ、もっと少ないじゃん。主人公だからね。そっか、聞いてないし。ね、ゆうなちゃん的にはもう疲れていると。あ、ここまでやったら上がってた、うん、俺1ポイントで。知らない、もう終わったかなと。どうしよう、泣きそう今2ポイント差でしょ、うん、まだまくれる。じゃあ第7問目お願いします。10秒間でできるだけ逆上がりしてください。これも何回できるかってことね。僕は6です。8。おお、なんかさ、途中で諦める時もあるじゃん。うんうんうん。それが、でとか言い出しそうだもんな。じゃあ次の問題お願いします。10秒間でできるだけ逆上がりしてください。これも回数じゃん、うん、やります。いきます。頑張れ。よーい、スタート。2、3、4、5。終わりです。やったー。
途中で止まってたよね。だって俺知らないわけだから。途中で止まってたよね。確かにね。こんなんなんすよね。俺が6回、はい、ひろちゃんが8回。おお。途中で止まってたよね。気に食わない。停滞になっちゃったよ。あいちゃん。やばいね。やばいね。じゃあもうとっとと次行くか。はい。じゃあ第8問目お願いします。トランポリンで簡単な技をやってください。これね、孝太郎の簡単の基準がね、一般的に簡単なのか、孝太郎自身が簡単と思うのかで変わってくるな。はい。じゃあゆなちゃんから。腹浮き宙返りの一回ひねり。ああ。あれ何？コールマン。それで、はい、僕は爆中ですぐできる、そして疲れてるから孝太郎は。でも天才だから。確かに。でもちょうどゆうなちゃんが書いたのは孝太郎の中では簡単。へえ。じゃあ次の問題お願いします。トランポリンで簡単な技をやってください。はい、簡単な技ですね。うん、いきまーす。なんだよ、なんだよ、はあ、尻打ちですけど。うわ、なんかそのみんなが知ってるから尻打ちとかじゃなくて、疲れたから尻打ちしてるよ。うん、はあ、二人とも外れました。やった。全然かっこよくないじゃん。天才じゃないじゃん。さっきの誰でもできる。さっきのコールマン見た。もう忘れてるよね。ゆうなちゃんがコールマン、僕が爆中って書きました。あ、よかった。俺ジャンプにしようかと思ったもん。ちょっと技でよかったわ。まあ確かにギリ技。全然かっこよくない。全然かっこよくない。なんかあった。あったかもね。ね。人変わってるよな。じゃあ9問目お願いします。一本跳馬を飛んでください。じゃあゆうなちゃんから。カスタマー抱え込み。抱え込み。同じです。よく見るよね。うん、イメージ強い。なんかアップでそれやってそう。うん、じゃあ、はい、第9問目お願いします。跳馬で一本飛んでください。行くかよ。さっき尻打ちで休憩したんで、そんな開脚跳びとかでは終わりませんよっていう話ですよね。頑張ります。行くである。正解です。2人ともおめでとう。あれはできるね。だろ。ということで今のところ貫禄かラスト1問です。あ、同じの書いてるな。ラストお願いします。平均台で何か技をやってください。せーの、側転。もう負け確定じゃん。あの1個聞いてないやつあって、それにします。うん、耳閉じて。ああ、わかりました。一番嫌いな技をやってください。どの種目でも。うん、僕はかけました。じゃあ隠して、これじゃあ最後にしていきましょう。はい、これはじゃあ4ポイントにするか。嫌い順でやってって。あ、間違えた。質問お願いします。一番嫌いな技を やってください。どっちかが当たるまでやろうか。うん、わかりました。うん、いきます。いけるか。あああああ。それは無理だな。思いつかない。お前わかんない。申し訳ないけど、どっちももう平行棒行った時点で違うわってなったから。じゃあ言ってよ。ただ痛いだけ。はい。もう一個お願いします。はい。違うな、違うって言っていいんだよ。でも分かんない、相手のが分かんないから。あ、分かんない。そう、行きます。よし。アンバの後ろ移動。はい、痛い。なんか痛い。どうでしょうか。てめー。これはいいんじゃない。技わかんないもんな。すごっ。正解でいいでしょう。やったー。あんまで回る。これ全国開脚。嫌いでしょ。
あ、嫌い、いや、技だし。うん、そう、ギリ技だ。うん、うわー、すげえ。じゃあ、アンボの瞬間、来た。うん、うわぁめっちゃご満悦じゃんということで、はい、孝太郎体操王はゆうなちゃんでした。すごっ、めっちゃ嬉しそう。さっきの途中の人どこ行った？もっと回れるでしょ。ブチ切れたからね。かっこ悪い。違うよ、かっこよくない、うん、全然かっこよくない。全然かっこよくない。かっこ悪いでしょ。かっこよかった俺今。え、かっこよくない。この動画を見てね。イベントとか練習にも呼んでね。